教師という職業はアウトプットする職業です。アウトプットするためにはインプットが必要となります。友部幼稚園では、先生たちが学ぶことを日常化するために、インプットアウトプットとしてフリーテーマで疑問点を調べることを課しています。学ぶ姿勢を習慣づけるためのものですので、内容についての真偽は問いません。必ずしも正しいこととは限りませんので、ご了承ください。はい、今日の私のインプットアウトプットをお話しいたします。私は今回、子どものイヤイヤ期について調べてきました。というのも、自分の子どもが間もなく2歳を迎えようとしていて、でも最近、すごくこう自分でやるとか、もう嫌っていう言葉がこう増えてきて、もう本当に疲れ果てるぐらい困ってきてしまっています。でそこでなんかこういい対応があるのかなってちょっと気になったので今回調べてきました。でそもそもイヤイヤ期っていうのはこう子どもの自我がこう芽生えてきて自己主張が強まる時期のことを言うそうです。でも特に自分でやるとか嫌などという言葉がすごい増えてきてもう大人の言うことを聞かなくなってしまうような状態のことを言うそうです。で自分でこうやりたくてでもできなくてっていう時にはこう癇癪を起こしてしまう子もいるというふうに言われていました。で大体そのイヤイヤ期の期間というのが生後6ヶ月から1歳半ぐらいから始まって2歳がピークというふうに言われています。で3歳頃になるとこう自分の気持ちをこう伝えるようになってくるのでその頃にはこう落ち着くかなというふうに言われていました。でも本当にイヤイヤ期ってこう全部嫌って言われてしまうので本当にこう大変でもう疲れてしまうしもうどうしていいんだろうっていうふうにこうなってしまうのでこうついもうダメとかもういい加減にしてとかって言いがちになってしまうんですけれどもそれはこう絶対にやってはいけない対応というふうに言われていました。でこう頭ごなしとかにこうダメとかもうやめてとかいい加減にしてとかって言ってしまうと子ども自身がこうもうどうせ言ってもダメなんだとかこう意欲を失ってしまったりとかあとはその自分の意思をこう伝えることができなくなってしまうというふうに言われていました。なのでこう、本当に危険なことはもうダメって止めないといけないんですけれどもダメって言った後にはこうしっかりとこうなんでダメなのかっていう理由をつけることが大切だそうです。でまたやってはいけない対応としてもう一つあったのが嫌だったらもう置いていくよとかあとはもうそういう脅すような言葉を言ったりとか自分の気持ちを落ち着かせるためにちょっとこう離れて見守るっていうのはいいんですけれどもこう部屋を出て行ってしまったりとかお家を出て行ってしまうっていうことはもう子ども自身の恐怖であったりとか本当に絶望感を感じてしまうっていうことがあるので絶対にやってはいけないというふうに言われていました。でいい方法としてはいやいやってしていたら肯定してあげるその分かったってこう気持ちを受け止めてあげたりとかあとはその共感してあげるっていうことがとても大切というふうに言われていました。でまた自分でやりたかったのにこういやいやしてる時にはもう自分でやりたかったねとか悔しいねとか子どもの気持ちをこう代弁してあげるっていうことがこうとても大切というふうに言われていました。でまたまだ1歳2歳はちょっと気持ちをこう反らすことができる時期でもあるのでこう違うおもちゃでこう誘ってみたりとかあとはそのイヤイヤをこう上手に遊びに変えてみたりとかして気持ちをこう紛らわしてあげるっていうことも大切というふうに書かれていました。で私が一番共感できたのはいい方法として自分の時間、この余裕を持ってこう行動するっていうことがなんか一番いいというふうに言われていました。やっぱり自分の心とか時間に余裕がない時ってもういやいやされたらもう本当についこう頭ごなしにじゃないですけど本当にもうやめてとかいい加減にしてってなんか自分もこう言っちゃうこともあったんですけれどもこう行動をこう早めに行動して自分のこう心とかにも余裕を持たせることでこうそういう言葉が出ずにもう分かったよって素直に
受け止めてあげることができるんだなっていうふうに思いました。でもう一つ気になったことがあって、そのいや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 をその受け止めてあげてしまうと、そうわがままにならないのかなってちょっと感じまして、そこも少し気になったので調べました。でいやいや期があるからそのわがままになるってことはないそうなんですけれども、その危険なことをそのままこう受け止めてしまったりとか、あとはそのこう泣いててどうしようもないから、じゃあおやつ買ってあげるとか、なんかこれやってあげるとかって言ってしまうと、泣けばやってくれるんだっていうふうにもうわがままになってしまう場面もあるので、こう見極めがちょっと難しいところではあるんですけれども、こうお家でのこうダメなこといいことのルールなどを作ってと過ごしていくことが大切というふうに言われていました。でまあ、これから2歳を迎えてピークというふうに言われていますが、あの調べたことを生かしながら、あの上手にイヤイヤ期と付き合っていけたらいいなっていうふうに感じました。これが私のインプットアウトプットです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。